クイタンは2006年1月14日から3月11日まで毎週土曜日21時21時54分に日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマテラサワ大輔の漫画クイタンが原作主演は東山のりゆき2006年には東山の誕生日にクイタンスペシャルイン香港がスペシャルとして放送された 本編内で、クイタンリの2007年放送が発表された。パート2が2007年4月14日から6月23日まで放送された。原作本来のサスペンス、コメディ要素に加え、東山の之、森達義、市川美香子、塚健太のアンサンブル演技の魅力、そして職の大切さをメインテーマに据えている。なお、東山は過去に日本テレビ系列で、 平成夫婦茶碗の主役を務めた際、本作とは逆に食べ物屋を演じている。なお、原作漫画と本作では、登場人物等の基本設定が全く異なる。詳しくは、クイタンを参照。日テレでは、パート1は2007年2月21日から3月14日、毎週か木曜日に、ディーパラダイスは国で再放送された。また、 日テレ及びテレビ新集では2007年11月13日から11月26日に、毎週月から金曜日に、ドラバラゾーンは国手1から2話分際放送される。パート2は2007年11月26日から12月7日に、毎週月から金曜日に、ドラバラゾーンは国手1から2話分際放送される。パート1は2007年3月28日に、 DVD 化されているが、パート2は DVD 化されていない。クイタン公式サイトのキャストでは、東山が唐辛子、森田がプチトマトの写真に差し替えられている。詳しい事情は、ジャニーズ事務所特色の肖像権の管理を参照。クイタンに公式サイトでは、似顔絵に差し替えられている。なお、鈴木は生産しているセダンが SX4 のみである。ため、作中で、 セダン型乗用車が登場する際は外国メーカー製のセダンが使用された。ありがとうございます。